3、はい。はい、どうも、後藤真希です。今回も鬼滅の刃、火の神血風譚、やっていきたいと思います。やばいんだけど、十二鬼月。かー、弱味噌が。富岡さんが来るかな。富岡町。ごまきのギルド。で、前回が第4章。鼓のね、お屋敷の中で鬼を倒して、今回はなたぐも山へ行くんだな、第5章。善逸、どうしたんだ？怖いんだ！目的地が近づいてきてとても怖い！何すんだったんだ、お父さん、誰が推しでしたやつだね。推し？なんだ、この匂い。どれもどれなんだよね。だってさ、善逸はさ、普段やかましいじゃん。けど、雷の呼吸使うときはめっちゃかっこいい。ほんで、イノシキは割となんか、おバカさんなんだけど、時々かわいいじゃん。どうした？炭治郎は相変わらず優しいじゃん。正義感強いし。繋がっていた、うん、俺にも。どれもどれって感じ。助けてくれ。でも善逸のさ、雷の呼吸のシーンの音かっこよくない？そこのシーンだけ見ちゃったりするの。うん、で、操られてる方たちと会うのかな？応援に来ました。階級水の塔。かまど。水の塔。水の塔。なんで柱じゃないんだ。水の塔なんて何人来ても同じだ。意味がない。誰か階級が上の人を連れてきて。そうじゃないとみんな殺してしまう。あ、家に出たらスパイダーは無理よ。お願い。急に英語。出た、出たぞ、出ました。イノスケ、俺の方が先に気づいてた。首がない、ね、首がねえ。あいつ急所がねえぞ。ないものは切れねえ。どうすんだ、どうすんだ。伊之助、一緒に戦おう。一緒に考えよう。この鬼を倒すために力を合わせよう。バトル開始か。イルマン長さんが、ね、ならどこ狙えばいいんだよ。腹か腕か足か、あっかんねえ。でやでや、キャキツボ、キャキツボ、でやキャキツボ、でやキャキツボ、でやキャキツボ。首がない鬼と戦うのは初めてだ。動きを見て、それで対処法を探れ。水タキツボ、水タキツボ、思ったより早い。落ち着け、避けられないほどじゃない。当たり前だ、避けられない攻撃はねえや。その息だ。めんどくせえ。俺はいつでもいけるぞ。セダモノの呼吸、三の牙、天崎。いい。めちゃくちゃ強かったわけじゃないと思うけど、確かに動きが鈍る気配はない。厄介だ。動けているのは。体を糸で操られているからだ。終わりよ。ほん。イエス。やられた。やられた。あの人形が一番速くて強いのに。残念でした。勘弁して。なんか本当、この鬼滅の刃は何回でもアニメ楽しめるよね。なんという腰抜けだ。俺たち一族を殺しに来た鬼狩りではないのか。見てるけど、見ちゃうもんね。
家でかけてたら。頭から落ちて死ぬぞ。何なんだ。お前は必ず報われる。なんだ、先ほどまでと雰囲気が変わった。極限まで叩き上げ、誰よりも強靭な刃になれ。こいつ、行け。クモーキッショー。なんだこれ、これ全部倒すのか。あ、違う、そういうわけじゃなかったみたい。びっくりした。え、これ食らうんだ。ちょっと、めっちゃ食らってんじゃん、前日。そう。やられちゃう。恐怖で引きつる顔を見せて。やばみ。来い。来るか。来い。来るか。おい。まず割れちゃいましたね。マジか。見せてやる。いつの間。セキュリティーセン。あーもうダメだね。どこでやるの。セキュリティーセン。え？何これ、操作聞かないんだけど。ち、しつこいやつめ。お前たち映像が急に入るからさ。雷の呼吸、一の方。なんで削れば。空気が揺れる。あ、またボタン絶対出てくるよ。捕まえて、センターに近づく。人間不正が。霹靂一閃。一つのことを極めろ。極限。まる。バチッ。池田くさ。あんだけ毒食らってる。そりゃね、あんだけ食らいまくってたら C になるわな。お父さん。俺の家族に近づくな。伊之助、来るぞ。ぶった切ってやるぜ。強いかな、強くないかな。開始。なんだこいつ、顔が変だぞ。変な顔してやる。雲だ、雲の顔をしている。この鬼、正気を保っていないのか。何の。失礼。次から親分と呼べ。いけない。まずい。おお、もう一度。いや、面白い。
あと一発。Bぐらいかな。その首もらった。富岡さん来ました。水の呼吸、死の方、打ち塩、打ち塩、もう初めからね、柱が来てる。みんな村田さんみたいなこと言われるから、ね、柱以外見ないんだなのか瞬殺じゃん。あいつか。何見てるの？見せ物じゃないんだけど。何してるんだ？仲間同士じゃないのか？仲間？そんな薄っぺらなものと同じにするな。僕たちは家族だ。強い絆で結ばれているんだ。こんなものを絆とは言わない。まがいもの、偽物だ。お前今なんて言ったの？えお前は、お前は一息では殺さないからね。待って、刻んでやる。でもさっきの言葉を取り消せば、一息で殺してあげる。早い。なんだこれ。おかしいのはお前。やば。間違っているのは。やば。お前だ。攻撃力もやばいですね。ね。それなら。やばいんだけど。急に気づき。私を油断するな。相手の動きから目をそらすな。そんなこと言われてんの。動きが早いのよ。まあ関係ないけどね。関係ないけどね。せ、みなもげれ。あれ。刀が折れた。信じられない。信じられない。それが真実なの。この子の操る糸は、これまで切ってきた鬼の体よりもなお硬いのか。避けきれない。ネズコ、ネズコ、ネズコ、兄ちゃんをかばってごめんな。妹は兄をかばった。身を挺して。本物の絆だ。欲しい。いいよ別に、殺して取るから。俺が先にお前の首を蹴る。威勢がいいな。勝てるならね。できるならやってごらん。あなた早いからね。十二気づきである僕に
勝てるならね。ネスコ、少しだけ待っていてくれ。ことごとは無駄だな。なんだこの技、やっべえ、やっば。君がいなくなっても、君の妹は僕がちゃんとしつける。お前の言っていることはただの芝居だ。何もかも間違っている。おえ、一応強いなよ、十二気づき。ネズコ、少しだけ待っていてくれ。絶対に。なんだその動きは。兄ちゃんが助けてやる。本当に嫌な目つきをする。僕をとことん苛立たせる嫌な目だ。ゴリラ、水ゼルダ、水ゼルダ、さよなら。なんだこれは。はい、もう一回。もう半分いってますよ。殺す、怒られちゃった。殺す、殺す、怒られちゃった。安心していい。君がいなくなっても、俺の妹は僕がちゃんとしつける。従順になるよ。しばらく失血させる。それでも言うことを聞かないで。日の出までずっとものにして少し歩いて。ちょー、なんて言われるの。もう僕に逆らおうとしないだ。やばい、やばい。ガードしてる。ガード壊れそうですね。ガード。はい、いけた。きた。全集中。水の呼吸。丸。無駄だよ。四角。四角と三角。新しい。四角。消えた。ええ、丸。ねえ、糸の強度はこれが限界だと思ってるの。そう。黒白。いいよ、お前は。さよなら。ダメだ、この糸は切れない。まだ回転が足りない。さっきの糸とはまるで違う匂いだ。絶対負けるわけにはいかないのに。死ぬ、負ける、死ぬ。エス炭治郎、生きているように動く糸。まばたきをする間もなく、もう新しく糸が張られた。もし今一旦引いたとしても、これ木の髪の近くの呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りが来る。一番糸をスキップします。本当だよ。この後すぐに動けなくて。やめてやめて。ちょー、17ヒット痛かったです。全てを出し切れ。僕の意図を物ともせずに今回こいつ奴になったらくたばるんだ。たとえ相打ちになったとしても、お前は違う。
四角。もうやめて。次何？ネズコ。起きて。起きて。かゆい。ネズコ。今のネズコならできる。頑張って。頑張って。お兄ちゃんまで死んでしまうわよ。技術バケツで、わかる。丸だが僕の首は板より硬い。切ることはできない。俺とネズコの絆は誰にも近く。え？Oh my god! 今度こそ、あ、いけたね。引き裂けない！Yes。ミスが取れた。Yes。勝った。早く回復しなければ。俺はまだ戦わなければならない。伊之助を助けに行くんだ。早く。血の匂いが濃くなった。死んでないのか。クリアしたのに。僕に勝ったと思ったの？かわいそうに。自分で切ったの。哀れな妄想して幸せだった？糸で。僕は自分の糸で首を切ったんだよ。お前に首を切られるような策もういい。お前も妹も殺してやる。さあ。こんなに腹が立ったのは久しぶりだよ。立て！早く立て！呼吸を整えろ！急げ！早く！もう一撃ですから。びっくり。この山での戦いは終わったのよ。というわけで次は第6章になるので、中央会議目覚めた場所ってやつですね。これを次はやっていきたいと思います。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。パッパラパーパッパパパパーパパ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